もう一つは試合、日本憲法同様防具をつけてのフルコンタクト制を採用している。防具は2種類あり、自衛隊員の大会では日本憲法のものと同じものを使用。民間の大会ではオリジナルの新防具を使用している。大きな違いは指割れグローブを採用している点。これにより投げ、関節の幅が広がる。ルール上の打撃は上半身、面と胴、倒れている相手に対しては寸止め。投げ技は基本的に全て有効。決め技は首、腕、足と全て有効ではあるが、グローブの関係上可能な技は限られてくる。決まり手は有効打撃による一本。団体戦は5対5、個人戦は重量、軽量の2階級。 What is 徒手格闘？富士の裾野、御殿場